こんにちは、クロストーク英会話のトムヤです。アンリュリーです。こんにちは。僕たちは英会話についていろんな話をあれこれしてるんですけども、今回のトピックは、 英語をどうやそれ <Okay? S 1> で,ですねあの先日僕はですねちょっとまああるフリーランスの、えー、仕事を受けてですね、まあ、翻訳をこれしてくださいみたいな感じで来たんですけれどもある言葉がねちょっとどっち使おうかなみたいなことでねああありますよねよくあります、うん、私も翻訳の作業を結構受けてるんですけれどうん、うん、よくありますよねそうなのでちょっとまあ こういうねちょっと細かい言葉のニュアンスの違いだとかはね、えー、皆さんに、えー、紹介していけたらと思うんですけども今回の、えー、その単語っていうのは Lover <ー> Enthusiast 何とか Lover 何とか Enthusiast、うん、Okay まあねどちらもまあその何かに対して情熱を持っている人みたいなねああ OK So let's think of an example、uh, I like 日本酒 So you could say, I'm a sake lover, or I'm a sake enthusiast. En en ねえ発音がちょっと難しいね。エンフィシ s ス。エン t ィシアス。エンフ o シ a f i c i ィシアナド。それはまた難しいね。もともとイタリア語から英語に外来語に来てるんですけれど。他にね。言い方も他にあるんだけど、うんうん、確かにどれをいつの使うのかの, <laughs> の疑問がありますよね。そうね。うんうん、まあもちろんシチュエーションだったらね。うんうん、そうそうそう。 ね、使う人によっても違うだろうしでもまあここではねちょっとまあ,あの一般的にどういう意味でどういうふうに使うかということを話していきたいんですけども、はい、えとまずそのラーバーと、えー、エンテューシャストのじゃ言葉のニュアンスの違いってありますか どうでしょうかねな,なんとかラ o v 例えば酒 lover、まあお酒が大好き、何々が大好きっていう普通の意味だろう。どっちもまあザクッと言い訳すると、えー、まあ何々が好きな人ってことよね。そう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 、うん、何々が大好き。で、えー、とエントゥーシアストは、 同じくらいだけど、ただ言いにくい、<laughs> 単語。<laughs> 言いにくいっていうのが違う <laughs>。そうだね、言いにくさ。特にニュアンスはそんなに大きな違いはないですよね。で、昨日僕それでね、う,ん,うん、どっちがいいかなと思って、その、の Google で調べたんですけれども、うん、えっとね、なんかそのエンフュージアストの方が、その実際になんかその好きなことに対して行動する、アクティブに行動する<ー>みたいなひあ。微妙 だけどまあそうかもね、うん、意味が含まれているみたいなことを書いてたそこは一番の違いって書いてたんですけれどもまあそうだね,、まあ、うだね例えばミュージックだったらアーオペラオペラが好きな人は、うん、オペラローヴーただ好きいい、うん、オペラエンテューシアスはまあ実際に見に行くかもしれないねなるほどでも<っ>微妙もそこまでの違いは <laughs> そこまでは考えなくていいかな。なるほどね でもアフェシアなどは、うん、なんか大ファンみたいなニュアンスもあるねアフェシアなどね。行動するっていうか例えば酒の場合だったらいろんなお酒を飲みたいうん、うん、試してみたいという気持ちも入ってる音楽だとやっぱりなんかちょっと詳しい お酒とか音楽とか何かそのものに対してちょっと詳しいチューニュアンスがあるんじゃないかななるほどなるほどあとワ,インワインアフィスナなどはねいろんなワインを飲んだり勉強したりするからよく知ってる人なるほど、うん、あとよくたまに聞くのがムービーバーフとかねあバーフやムービーバーフそうだねそれもカジュアルな言い方でまあ好き 何々が映画好きな人そうだ、ね、映画詳しい人みたいなことだねまあ詳しいかどうか知らないけど <laughs> まあまあよく見に行くはい、はい、よくやるとかうんうん、うん、なるほどまあそのじゃあエンテュージアストとじゃあラバーの間には特にこれが違うっていうのはないそんな なんでまあこういった僕の状況ではどっちを使おうかなとは思って悩んではいたんですけどまあ,まあ一般的なというか意味でラバーっていうねまあはい言葉を使おうかなとは思っていたんですけどもね、はい、なるほどねうんうん OK じゃあここまででそのラバーとエン t h u s i a s t の使い方はちょっと分かってきたと思うんだけども実際にじゃあネイティブって本当のその言葉使うのみたいなねあなたは例えば私だったらああ u s h i 寿司ラバーとかあ m い m ま v ムービーラバーとかあんまり言わないね言わないねあのより簡単にもっと簡単に「I love sushi」とか「うん、I love movies」「I love dogs」でもいいねでも人に対して人については言うていい例えばよくあるのは He's a dog lover.、うん、She's a cat lover. 自分だったら I love なんとか。なるほど。そういう使い方がちょっとね、微妙にネイティブだったら違うなっていうところもあるっていうところを覚えておくと、 はい。ワンポイントねワンポイントです。はい。ケー <laughs>、okay、まあこんな感じで、えー、僕たちは英会話のことについて、えー、いろんなこと、を話しております。よかったら、チャンネル登録、えー、コメントなどお願いします。はい。それではまた、次回のビデオで、会いましょう See you next time. Bye!